お弁当食べた。お腹が空いちゃったのでお弁当を食べました。やっほー、こんにちは。今日もまつげいい感じです。フォクピグさん、ありがとう。休憩中にちょっとだけやります。人生終わりチャンネルね。課題やばいね。課題ってマジでイライラ、ね、髪色でもね、そんな明るくないんですよね、言うほど。でもね、この光で明るく見えるわ。ほら、こう見たら暗いでしょ。ズームになったら申し訳ない。いや、全然全然よ。むしろお手数おかけしてしまいました。今日ちょっと不具合多めだなって感じ。野良村民野良勝。なんでそんなに可愛いの。可愛くないよ可愛くないんだけど、まあ、みんながみんなのためにメイクして、そうヘアセットしてるから、みんなに会えるの楽しみだからかな模範解答のような。葵ちゃんさん、ありがとう。久しぶりに愛知のショルンコやった。ありがとう。ごめんね、最近ちょっと忙しいというか、忙しいというか夜にできないんでね、稽古で。そう、稽古行って家帰ってきて寝て、で仕事行って稽古して、その繰り返しでもう4月が終わっちゃ う, そう。ちょっと可愛いって思ってる顔だな、それは。思ってないよ、もう嫌だ本当に、自分の顔嫌だ。そう、不具合ちょっと今日多めですね、ごめんなさい。葵ちゃんさん、ありがとう。最近ぬいちゃん家行きました。行ってない。あいつ久しぶり見ただよね。元気元気、みんなに元気元気って私も聞いてるけど、みんなにも聞かれるけど、元気、めちゃくちゃ元気で、私スケジュール的にはすごい忙しく感じると思うんですけど、まあ舞台がねあるからっていうのもあって、そう。でもね、まあお稽古はね、私毎日こう行って楽しいんですよ。学校みたいでね、学校のクラスメートと会えてる感じで、先生からいろいろ教えてもらえる環境。学校生活ってみんな言ってんのよ、やっぱ学校みたいみたいな言ってて、うわ確かになと思って、すごい楽しいの。だから友達も作れてさ、毎日涙で、いやいやいや全然よ。次6月だけど、ちょっとね、6月、次6月っていう方も聞こえたな。そうね、ハード5月もまあハードではあるね。流星さん、ありがとう。7月買うの決定してよ。いや足りない、マジで。ラジオに手を抜かない。いやー、みんなが聞いてくれる限りは更新し続けるよ。大場みなちゃん仲良くなった。そう、みなちゃんの人柄が好きですね、私と。なんか合うのかな、なんだろう、ファンの方にもなんかみなちゃんと合いそうみたいな前から言ってもらえてたんだけど、実際にめちゃめちゃ話しやすくて、みなちゃんが、まあ、いい人なので、いろんな後輩とも接してるじゃん、多分接してきたじゃんこれまで。だから上手いですよね。私も先輩と話すの好きだから、
ゆたちさんありがとう。足りない、話足りないよね。ゆいちさんありがとう。こんにちは。そうね、あおいちゃんさんありがとう。わでも今日てかさ、ショールームというか、ショールームでも新しく新規の方増えたなと思うんですけど、前よりショールーム見てくれる人も、新規村民の方がね、ここ何ヶ月かで多分結構増えたんだと思うけど、そういう方もこういう配信だけじゃなくてちゃんと会いに来てくれる、オンラインにもちゃんと来てくれたりっていうので、やっぱ実感してますね。あ、新しい村民の方々が加わってきてくれてるっていうのを実感、より。全然枚数買えなかった、また来てね、ぜひ。遊びにね、遊びに来る感じで全然ありがたいので。経歴的には大先輩だね。大先輩なんだけどさ、そんな感じじゃなくめっちゃ喋っちゃってますね。あの看板忘れなかったんや。もう現地が分かんないけどどういう感じか。でもオンラインもめっちゃいろいろ来てくれてる。なんか一人の人がずっと来てるとかはないの。そのいろんな人がたくさんこう買ってくれてるし、まあ普通に途切れることなくいろんな方と喋れてるんで、ってことはまあなんかたくさんやっぱ会いに来てくれてるのかっていう。オンラインだとなかなか実感しづらいんだけど、うん。タータンさんありがとう。クマありがとうね。結構来てくれてるなって思いましたね。こんだけ部数が増えて、で部数が増えたんだけども、まこう全然暇な時間っていうのが全然ないとかはやっぱ、うん、皆さんのおかげですね。さっきはマラソンをやるマラソン走ってる人また来た、違う人で、マジでやばい、おもろすぎる画面ついて走ってたらびっくりするやん、普通にテンション上がる。こちらもまあ、そう、ランナーソーミングもね定番化しそうで、だからラジオやってんのか、そりゃ評価せん。声いいですか？全然私声嫌いです、私の声。ソーミン癖強い、いや癖強い人しかもうおらんよ癖強い人しかおらんっていうのはちょっと語弊があるか、マジでね、みんなおもろい、本当におもろい、おもろくなくていいんだけど別に。そう、でもそういう癖強い人も結構多くて、村長困ります回収するのすごい村長回収してます、みんなのそういうの、いろいろ、そういろいろね、いろんな人がいて面白い。お疲れ、ゴルフ会いいね、天気良さそう。もっと撮ればよかったね、ちょっと話足りないオンラインって。本当に葵ちゃんさんありがとう。てかオンラインってだってさ、もう喋りメインじゃん、なんていうの、喋りが醍醐味みたいな。もうオンラインよりおしゃべり楽しくできるっていうあれだから、なんか喋るじゃん、やっぱもう話足りないよね。そうそうそう、マラソン、長野マラソン、そうだよね、有名なやつだよね。もぐもぐ試したけど、あの全然平気だった、全然平気ってか分かんないけど、許可は知らんけど、
ビビさんお疲れ、ありがとう。ファンの方も食べてても大丈夫だった。私もだから昨日お弁当食べたんだよね。ファンの方のいっぱいなる、なんか他の人よりは多めな枚数取ってくれてる人で、ちょっと実験してみた。ちょっと食べて、次の4時から、4時からだっけ、次帰り4時からはお菓子をつまもうと思います。はい、ちょっとお昼ご飯もお腹空いて食べちゃったんで、お菓子をつまみます。ミーノというお菓子をつまみます。ビビさんお疲れ、ありがとう。だから7月の3、4分らへんとかはもぐもぐしてる気がしますね。3、4分とあと夕方の部4時以降か。やすさんありがとう、あれ美味しいね。美味しいよね。やはり普通におつまみって食べてるわけじゃなく、もう主食で食べてるぐらい買うよ。そうめん、ケータリングがそうめんだったらな。4月また追加してしまった、ありがとう。いや足りない、本当にもう足りないっていうか、もうちょっと欲しいな。なんか部数を増やすしかないのか、私が増やしたいな。この隙間時間とかあんまいらないぐらい、ちょっと喋ってたいけど。かき氷とかラムいいね、確かにいいね。そうめん、かき氷、氷はちょっと溶けるけど、ラムネね。葵ちゃんさんありがとう。かき氷はちょっと溶けるな。人気すぎて買えないパターンあるね。私はまだ大丈夫よ。うん、そうそう、そんなじゃない。しかもそんなすぐ完売しないから私。うん、まあ行きたいと思ってくれた方が来てもらえたら嬉しいね。あいちと話したい気持ちよかったし、あー、7月はまあ難しいよね、予定組むのは。もう開けて、こじ開けて。ランドマル、そうなの。あおちゃんさんありがとうございます。必ず部数増える、部数増えるかな。ますます可愛くなってる。本当？4月はいけそう。お、あっという間に7月になるからね。あいちゃん欲しいガチャリンがある。なんだろう、私可愛いの欲しいですね。この間のあの蛇口のやつも可愛いんだけど、なんか可愛いの欲しい。甘いのが好きなんで、スイーツ系とか。ありがとう。そうね、でもいっぱい買ってくれる人も、ちょこちょこ買ってくれる人もどっちもいます、私のとこ。そう、いっぱい買ってくれる人もいるけど、だからそう、ありがたい本当に。学校行ったらってきた。どんな名前やねん。みんなでもらったみんなでもらった王子だった。すごい名前。ポテチさんありがとう。靴欲しいな最近。
8391か。靴だ、コンバースの靴かわいいよね。なんか買おうかなとは思ってるけど、どれにしようか迷う。厚底のやつだ、ね、流行ってんだよ多分。そう、ツイッターとかでなんかバズってますね。なん、どれを、種類が結構あるから、なん、どれが欲しいんだけど。バランスいい。いろんなしたい。あ、でもめっちゃしたいよ、めっちゃしたい。お、ジップツイッター、かわいいよね、めっちゃかわいい。そう、もう少しでね1400。あと2回取って増やすのもありかな。少ない、少ないなって思ったら取ってほしいな。うん、十分取ってくれてる方はあれだけど、意外とね、思ってるよりも早く終わっちゃうから、はなんかね、もっと話したいんよね。コンバースのレザー好き。わあ、コンバースっていいよね。ベさん、ベさん、ありがとう。ベさん、 BB さん、ありがとう。なんかパンか。89個、すごいな、さすが。はい、ではが4時からとなりますが、皆さんよろしくお願いいたします。来てくださる方、会えない方は良き休日をお過ごしください。日曜日、お仕事の方は頑張れ。あ、でも今日終わったらまたこりゃもて活動しますんで、みんな頑張って。お疲れ様、ありがとね、みんな。ありがとう、みんなが来てくれる、昨日今日ともね、まあ来てくれることで、なんかやっぱファンの皆さんからの愛を感じてますね。あ、ビーバーさん、ありがとう。初めましてでこうようやく会えた方も結構この土日でいるので、嬉しい。ダーチさん、ありがとう。ではまた後でね。葵ちゃんさん、ありがとう。バイバーイ。